はい、どうも皆さんこんにちは。リリースタイルのリリーです。今日は大晦日ということで、2019年を振り返っていきたいなというふうに思っています。まあ、振り返るって言ってもそんなか、長々と振り返るつもりはないんですけども、昨日ね、リリーとスタイルとコアランドリーさんとね、3人で配信をしていく中で、まあ、いろいろね、話をしてたんですけども、本当にまあ、今年4月からですかね、リリースタイルっていうチャンネルを立ち上げて、まあ実際に5月ぐらいからサイバーハンターっていうあの荒野行動をやってるネットイースのね、会社のバトロワっていうところから配信をスタートして、約7ヶ月やってきたわけですけども、まあなかなかね、動画のスキルだったり、それ以前に、バトロワとか、なんていうんですかね、FPP、TPP っていうようなゲームっていうのを今までやったことがなかったもので、なかなか技術的にもね、面白い動画作れなくて悩んでた時期もすごい多くあったんですけども、まあ今、サイバーハンターをやったりとかしながらコアランラさんと出会ったりとか、COD モバイルをやっていく中で、まあ今一緒にやらせてもらってるクードさんだったりだとか、モフリンさんだったり、甘酒さんとか、ジョニーさんとかね、もちろんコアラさんもそうなんですけども、だったりとか、あとは、ね、昨日配信の中で、イラストを、いただけたお芋さんだったりとか、まあすごいいろんな方と出会いながらね、ゲームを楽しんでいけたっていうのは、すごい大きな、収穫だったんじゃないかな。収穫って言ったらなんかあれだけど、すごい大きな出会いだったんじゃないかなというふうに思います。で、まだまだね、COD モバイル、バトロは、まあ、TPP のところから FPP っていうところでやっていって、まだまだね、COD モバイルもうまく全然慣れなくて、ずっとね、おんぶに抱っこ状態で今までやってきたわけなんですけども、本当にうまくやりたいなっていうところは、心から思っていて、3ヶ月ぐらいやったけど COD モバイルもなかなか上達難しいなっていうのはすごい感じてます。ただね、まあここで終わるわけじゃなくて、これからもどんどん上手くなっていきたいなというふうに思いますし、今結構細かめな検証っていうのをやっているので、まあそういったところでもね、皆さんの参考にできるような動画、まあプレイ面ではなかなか見せれないところなんですけど、そういったところで少しでも貢献できればなと、貢献しながら、まあね、楽しんでいければなと、いうふうに思ってます。個人的に自分にも楽しんで、皆さんも楽しんでいけるようなチャンネル作りしていきたいなと思ってますので、今後もよろしくお願いしますということで、今年を振り返っていきたいなというところでした。で、まあ来年以降に関してなんですけども、まあ同じく、先ほども言ってますけども、まあまずはプレイスキルを身につけるっていうことと、あとはすごい検証とかも結構ね、深いところまで切り込んでいくような検証をしていきたいなっていうのも思いますし、あとはね、昨日コラボしたみたいな形で面白い動画、企画系の動画っていうのも撮っていければなっていうふうに思っています。はい。まあ、取り急ぎそんなところですかね。そんな深くまでは考えてはないんですけども、そんなところで、来年もやっていきたいと思います。本当に今年は、いろいろありがとうございました。ということで、最後にね、コアラさんと、僕らの、一試合、チーデス？チーデスかな？チーデスの試合を、ご覧いただきながら今日は、今年を締めくくりたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。また来年もお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあ最後やって、ちょっと勝って綺麗に終わりましょうか。そうですね。そうですね。終われるのか分かんないですけどね、それ。綺麗に。そうですね。終わったらもう本当に一生やめるか。血吐いてるか。絶対負けない。いや、ちょっと本気出しますか。ゲーム配信して3人揃ってボロ負けするとかありえない。確かに。マジ面白いよな。こいつら見たことねえっつって、逆に意味で。すげえっつって。何見せられてるんだったら。ああ、スナイパーにあの距離で行かれる？右2人いるね。やべ、左も一人。これリスカあるな、多分。やべやば。動かなかった。1キルもできないっすね。ビビった。リスカあるかな？リスカありましたね。3点バースト野郎がいる。チャイコム。
SUV。 あっくそ死ねえアホ。オッケーオッケーオッケー。おいオッケー、もうロケカスになるわ。オッケーオッケーオッケー。相打ちや。ロケランを制する者はこのゲームを制すると言っても過言ではないらしいから。やった、グレー。え、どこで殺された今。右一人車裏にいるわ、 AK117。 うわマジか。まだいる。いや、これ死亡したと思う。オッケー。ああ、コアラさんか。髪ロケ。うわ、後ろいる。見つかってる。オッケー、ラスキル取った。やった。いや、なんか圧倒的な勝利を得ましたね。そうですね。男パンダさん、こんばんは。そうです。そうでしょ。これだけ切り取って最後動画にしよっかな。配信者が3人揃うとこうなるんだぞって。そうですね、配信者3人の強さっていうのを圧倒しました。いや、これだけ切り取って他の配信の部分全部消そう。リズム以外乗ってないですけど。そんなことあります。いや、今リリーさんを立たせるために私たちは、うん、確かにだいぶアシスト。あ、そっか、うん、そうだ。いやいや、俺ダントツや。オッケーオッケー。でも9キルなんや。連携ですからね。そうです、そう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 。連携を見たかったことですから、ね、うん。よかった、最後にいいのに。確かに。いや、じゃあ本当にありがとうございました。はい、2019年、そうですね。ですね。もう2020年も本当に末永くよろしくお願いしますね。はい。これからどうもに高みを目指して頑張っていきましょう。2020年の一番最初の配信はいつからになるんですか、リリーさんたちは。ね、多分僕は1月3日か4日じゃないかな。3日か4日スタートですね。はい。まあ私の方は暇なんで毎日配信を行ってはいるんですけども、はい、リリーさんたちはちょっとじゃあ31から2日くらいまでちょっとお休みしてた、ね、多分そうですね。ストック出すかもしれないですけどね、今日のやつ切り取ってとか。あ、 あとはあれですかね、うん、またあのガチャとかね、あのラジオの方もありますもんね。そうですね、はい、動画は出します。クソみたいな動画、うん、ライブがちょっと無理っすね、やっぱり、ね、うん、まあ、電波状況だとかね。そうですね、はい、ご家庭の事情等とか。そうなんですよ、嫁の実家帰るんで。了解しました、はい。じゃあちょっとまた最後にね、あの見ていたあれを見ていかあら、私これもちょっとこれです、これ見ていただいて。いやいや、もうありがとうございます、本当にもう、はい、ほんまに嬉しかったな。大芋さんもありがとうございます、マジで本当にありがとうございます。いや、めっちゃ可愛いやん、これやばくない。これ本当にいいですよね。じゃあまたこれ後でじゃああのツイッターの方で送らせていただきますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、大切にします。ありがとうございます。終了しましょうかね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ良いお年をということで、はい、皆さん、ね、はいはい、2019年どうもお世話になりました。来年もですね、はい、私ワランドリーとね、リリースタイルさんね、お二人の方もね元気でねやっていければと思います、ね、ですね。はい、やばたね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。切りますが、ちょっとこの後ちょっとまだディスコつなげといていいですか。あ、もちろんですよ。大丈夫ですよ。はい、お願いします。はい。すいません、ありがとうございます。配信ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、皆様。